立憲民主党の山崎誠です。会派を代表して政府提出脱炭素社会の実現に向けた電力供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案について反対の理由を申し述べます。まず法案の前提となる岸田政権のグリーントランスフォーメーションの基本方針についてです。エネルギーは言うまでもなく私たちの暮らし産業社会に不可欠なインフラであり、その安定供給は国がその責任を担う重要分野です。薪から石炭、石油、ガスなど化石燃料へ、そして原子力へ、さらに今気候危機を受けて再生可能エネルギーへとシフトしようとしています。人類の発展とともにエネルギー源も変化し、産業もエネルギーとともに育ってまいりました。私たちはこうした歴史的な変化の中にエネルギー政策を位置づける必要があります。さらにウクライナ戦争を受けて世界は資源産出国に依存する化石燃料からエネルギーの自給自足を可能にする再生可能エネルギーへのシフトを加速しようとしています。武力攻撃の目標となる原発はその存在自体が国家安全保障上のリスクであるとの認識も広まっています。例えばドイツは4月15日に残っていた3基の原発を停止し脱原発を完了しました。それに合わせて再生可能エネルギーの導入目標を引き上げ、2030年までに電力の 80% を再生可能エネルギーにすることを決め、化石燃料からの脱却を加速化しています。世界が再生可能エネルギーのシフトを加速しているのに、岸田政権は日本独自の路線を取ろうとしている。それが原発回帰を中心とした岸田 GX です。衰退する日本産業の再生の道がこの選択肢なんでしょうか。この方向性で日本は発展できるのでしょうか。日本は地震大国であり、もともと原発の運転には適しておりません。日本の原発の耐震基準は住宅メーカーの基準より低いと言われている。千ガルを超える地震が頻発する日本では原発は常に過酷事故のリスクにさらされています。また国家間の緊張が高まっていると言われる中で、武力攻撃の目標とされる原発を日本は動かし続けてよいのでしょうか。東京電力福島第一原発事故から12年が過ぎましたが、未だに原発事故は収束に至っていません。次々と問題が発覚している。1号機では圧力容器を支える土台のコンクリートが広範囲にわたって溶け落ちてしまっていることが判明、地震に耐えられるか再評価が必要な状況です。廃炉現場は大変厳しい現実を抱えています。原発をこの回帰を決めるのであれば、この東京電力福島第一原発事故の収束に目処をつけること、そして全ての被災者の完全な生活再建を実現してからにしていただきたい。今も被災のただ中にある福島の皆さんには到底原発回帰はご納得いただけません。国民の理解は得られません。一方で日本の再生可能エネルギー、これは大変豊かであります。日本は再生可能エネルギー大国です。環境省が昨年の4月実施した我が国の再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査では、我が国には電力供給量の2倍の再エネポテンシャルがあるとの結果が報告されています。例えば営農型太陽光発電、ソーラーシェアリングと蓄電池を組み合わせて導入することで、日本の電力消費の大きな部分を安定供給することが可能なのであります。太陽光のみならず風力、水力、地熱、バイオマス、大きなポテンシャルを有するのが日本です。厳しいエネルギー事情にある今こそ再生可能エネルギー導入に高い目標を掲げるべきです。中長期的には再エネも原発もではなく再エネです。日本が選ぶ道は原発依存からの一日も早い脱却、再生可能エネルギーへのシフトしかありません。
世界で大きく成長している再生可能エネルギーや蓄電技術などの分野、日本は GX でもっと後押しをすべきです。原発の市場は再エネに比べて極めて小さく限られています。安倍政権下、トップセールスで進められた原発輸出はことごとく失敗、実績はゼロです。せっかく日本がリードをしていた太陽光パネル、風力発電装置、蓄電池などの技術分野ですが、今世界を支配しているのは中国や韓国の企業です。日本の最後の砦である自転車も自動車も EV 化に乗り遅れ、厳しい状況にありつつあります。自公政権の産業政策の失敗の結果ではないでしょうか。世界は日本の都合で動いてくれません。岸田政権の都合を世界は忖度はしてくれません。与党の皆さんはこうした不都合な真実にしっかりと向き合っていただかなければなりません。 GX 脱炭素電源法について問題点を指摘します。東京電力福島第一原発事故を教訓に安全最優先と言いながら、運転期間の定めを利用政策だとして規制の対象から外そうとしています。運転停止期間も加えて60年を超える運転を認めようとしています。どんなに厳格な検査を実施しても完全ではありません。そのことを考えれば、経年劣化した原発を停止するのではなく運転するということは安全の後退であると誰の目にも明らかです。東京電力福島第一原発事故を教訓に定められた原子力安全規制の柱である、重大事故対策の強化バックフィット制度、40年運転規制、そして規制と理由の厳格な分離について、これらに変更を迫る一方事実は存在せず、堅持しなければなりません。今回の原子力基本法改正では、原子力産業への支援が国の責務、基本的施策として詳細に規定され、原子力依存を固定化するものとなっています。どんな支援を予定しているかも定かではありません。経済合理性を失った原発を動かし続けるために国がお金を出すということか、税金を使うということでしょうか。こうした国の支援は再生可能エネルギーの導入にこそ注がれるべきです。著しくバランスを欠く原発優遇は再エネシフトの遅れをもたらします。大きな問題です。長期にわたる対応が必要となる原発廃炉や使用済み核燃料の廃棄問題に関する国の関与と協力を明確にすることは重要ですが、原発延命のために原発優遇は全く次元の異なる問題です。GX の推進を低迷する日本経済の復活のチャンスにしなければなりません。GX エネルギー政策については国民的議論が必須です。政府が進めている経済産業省主導の GX はこの点が決定的に欠けています。経産省の産業政策はことごとく失敗に終わっている。国は過去の反省を踏まえて、大企業だけではなくて、ひどく有識者、中小企業、働く皆さんの声、国民の声を集めて、真の GX を実現するよう、強く求めて反対の討論といたします。ご清聴ありがとうございました。日本共産党を代表して、原子力基本法、電気事業法、原子炉等規制法、再処理法、再エネ特措法を改定する、いわゆる原発推進5法案に断固反対の討論を行います。東京電力福島第一原発事故から12年、いまだ事故は終わっていません。被害が深刻化しているにもかかわらず、原発改革と大転換する本法案をわずか1ヶ月足らずの審議で採決するのですか。
あの事故を忘れたのかと国民の怒りの声が上がるのは当然であります。反対理由の第一は、脱炭素を口実に原発を最大限活用し、その利用を将来にわたり固定化、永続化するものだからです。原子力基本法に原発利用を国の責務と明記し、安定的な事業環境整備を行うとする本法案は、財界や原子力産業界の要求を丸呑みしたもので、まさに原子力産業救済法に他なりません。しかも核のごみ処分は見通しがなく、核燃料サイクルはすでに完全に破綻しています。安全神話に陥り、福島事故を防げなかったことを真摯に反省と言いながら、全く逆行するものであります。第二は、福島第一原発事故の反省と教訓から生まれた原発運転期間の原則、推進と規制の分離を踏みにじるものだからです。原子力規制委員会は、原発の停止期間を運転期間から除外せよとの原子力産業界の要求を、時計の針は止めないと跳ねつけてきました。ところが、運転期間の規定を推進側の経済産業省が所管する電気事業法に移す本法案は、経産大臣の延長認可によって最長で東日本大震災から12年間の時計の針を止めるものです。延長は何度でも可能であり、現行の原子炉等規制法にあった1年前までという申請期限もなくなりました。その審査には科学的技術的要素はなく、形式的な事項を確認するだけの名ばかり。しかも非公開で全くのブラックボックスです。現行法は原則40年で廃炉なのに、老朽原発の70年超の運転さえ可能とする仕組みになることを審議の中で政府は認めました。こんな重大な法案を推進側の資源エネルギー庁と規制側の原子力規制庁が密談で進めていたことは言語道断です。原子炉圧力容器の設計寿命は40年、原発が停止している間も経年劣化は進み、安全上のリスクは増大します。政府は規制委員会が厳格に審査すると言いますが、運転開始から60年以降の劣化状況の審査方針すらまだ決まっていません。規制委員会の長期施設管理計画認可制度も、電力会社の申請書類をチェックするだけで、現地で設備機器の状態確認を行うことすら要件としておらず、老朽原発の安全を担保するものになり得ません。第三は、電源のあらゆる選択肢を口実に原発を推進することが、再生可能エネルギーの導入を一層阻害するものになるからです。再エネこそエネルギーの安定供給と自給率向上に大きな力を発揮します。化石燃料の価格高騰が電気料金の大幅な引き上げを招いているときに、燃料費ゼロの再エネの出力を抑制する、こんな愚策はありません。破局的な気候危機回避にはもはや一刻の猶予もありません。世界に広がる再エネ 100%、RE100 の取り組みに経済界と産業界の期待も需要も高まっています。我が国は再エネ潜在量が電力量の7倍も存在する再エネ資源大国です。今こそ地産地消型で地域経済活性化に資する再エネ最優先で、多くの国民が願う原発ゼロに転換することを強く求め、反対討論といたします。の報告は修正であります。本案を委員長報告の通り決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告の通り修正議決いたしました。